こんにちは。こんにちは。モーションニュースの時間です。お願いします。大丈夫ですか？今ちょっと勢いでやってしまって、まだねちょっとね痛めております、ね、あ首がね寝違えて、こんなもんあげましょうか。ボールテープめっちゃいいやつですよね。いいやつ今なんか貼ってるよね今。そう一応こう病院にいただいたやつも、私もあの病院で皆さん何があった後で一応いただいて、足はい、はい、ではお願いします。よろしくお願いします。では早速お品書きをいきましょう。今日めっちゃ多いんで、バーチ8個あります。特にこれにも触れず、読み上げません。順番に行きましょう。特にこれにも触れず行きましょう。もうそれ早く触れたいんで、ちょっと早く行きましょう。一つ目これかな、はい、じゃん。アップデートアップデート来ました。あれ今来たやつが 5.0 じゃなくて、今来たやつです。ちょうど15日かなに来てます。変わりましたね。全然違う。もう結構分かりやすく変わってます、ね、良くなりましたね、うん、UI が多分もう全然違うんですよね。見やすく、もうきっとスクショがボンボンボンって出ると思う。ボンボンこんなん出たよねって。でももうみんな当然のごとく、うん、もう分かってるでしょうね。そう、全然分かってると思うんで。そうですね。一個あの新たにすごい追加された機能として、うん、ウィークリーミッション、うん、ご気づきでしょうか。全然気づいてない。全然気づいてない。英雄の神殿を10回回るとか。あ、そうです、そうです。1週間ごとのミッションですよね。そうです、そうです。が多分それぞれ表示されていると。ミッションっていうのが、うん、左側ですね、うん、にあると思う。それを押していただくと、今まで結構その投稿、ツイッターに投稿せよとかいうミッションとかあったと思うんですけど、うんうん、それがスペシャルの方に、そうですね、はい、入っていて、うん、今週のミッションっていうのが、ほー、あの直近でするべきことみたいな。そうですね、はい、この1週間で、このミッションを全てクリアすると一番最後に、オーブが1個とか1個とかもらえたり。素晴らしい。ミッションによってもらえるものは違うと、へーでございます。あります、って感じかな、はい、気づいてない方ぜひとも見られてください。はいはい、他あります。あとはモンスターの選抜登録機能が登場しております。あ、モンスターボックスですね、はい、選抜登録機能、星のマークのやつ。あ、そうです。この右上のところの相当できるところ、フィルターかけれるところに選抜っていうのが出てる。出てます。なんでこうお気に入りのモンスターを登録していくのもありですし、うん、強化とか売却用のモンスターだけにチェックを入れておいて、うんうん、後で一気にバッと売却するとか、一気に強化するとかって。これは絶対便利なやつ。カメソート。そうです、もうすでにそのお気に入りとは別にカメソートとかがあるので、それで押すともう売ったり足したりすぐできると、できちゃいます、いうことでございます。素晴らしい。これは素晴らしいね。お気に入りもすぐしやすい。各モンスターのところに星マークがロックと同じような感じで下にあるので、ロックはまた別になるので気をつけてください。はい、はい、あとは、うん、あのレベル極みじゃないときにタスカンしても、うん、タスカンの数字が黄色く表示されてなかったので、うんうん、それが表示されるようになりました。あ、分かりやすくなった、はい、レベルもインしないとタスカンの数値分かんなかった。そうなんですよね。もう完全に分かるようになっております。なっております。はい、はい、って感じかな。あとはマルチプレイするとフレンドポイント貯まりやすくなっているようなので、おぜひぜひマルチプレイしてみてください。はい、はい、で、あと一つ、うん、あれですよね、ちょっと皆さんびっくりしたかもしれないんですけど、一番最初にアイコンが変わったというか、なんか出ましたね。じゃーん、X フラッグ。そうなんです。このモンスト起動した瞬間に初めてタイトルに戻ったりすると出てくるのがこのロゴが出てきたと思うんですけど、ミクシーさんが立ち上げた新ブランドと。そうなんです。ニュースを拝見いたしました。 ありがとうございます。これがですね、そのアップデート後から出てるんですが、そのモンスト、これ何なのかっていうと、うん、モンストを作ってるスタジオの名前が変わったんですね。もともとモンストスタジオという名前で作ってたんですけど、それが X フラッグスタジオになりましたと。そうなんですか。そうなんです。実はまあ皆さんあんまご存じないと思うんですけど、一応ちょっとびっくりしちゃうかなと思って、ご説明しようと思っております、はい、でつまり私たちはね、X フラッグの、うん、中のモンストの中の人になります。強さなパッチョトッパナイになります。はぁびっくりしないでね。X フラッグの2人です。そうです、かっこいい。で、まあ、今後そのモンスト以外にも新しい面白い楽しいゲームだとか新タイトルを出していくので、ちょっとお名前を変えたというところで、はい、またそれもお楽しみに。モンストスタジオの方も変わってましたね、うん、スタジアムの方ですね。起動陣これ出るようになってます。そうです、そうです、モンストスタジアムの方もこれになっております。そうですね、はい、はい、モンスト以外にも面白いゲーム作っていくので、ぜひぜひお楽しみにしててください。はい、はい、村井さん、村井さんのその格好やっときました。じゃーん、ということでウルトラストリートファイター4とのコラボ、17日今日からですね、もう始まってる、始まっております。お昼の12時から、うんうん、あ、びっくりした。おこれ撮影日と誤解しちゃった。村井さんまるでほぼ同じほぼほぼ同じですね。真ん中
間違えた。ナビキセルフナビキナビキナビキ。というわけでですね、はい、これまあ祝してですねコラボキャンペーンも実施しております。じゃあ早速行きましょうか、はい、続々ログインオーブ7月17日から26日まで毎日ログインオーブ1個もらえます。はい、はい、そしてですねミッション報酬のところでですねつぶやいてもらうと重心力1個お一人様ゲットできるのでゲットしてみてください。はい、はい、そしてですね聞いちゃったけどじゃんキルボカメがオッケンチになります。おー、形でですね、え、結構すごくないですか。そうです、平日いつも土日はオッケンチだと思うんですけどそれが20日から24日まではオッケンチになります。え、結構すごい。そうなんです。で20日だけはあのこの前にやってる夏キャンのキャンペーンの中でスタミナ2分の1もやっているので、うん、そこも夏キャン、あの水着でビーチで、そうですそうです、水着でビーチで弾けるサマーのやつサマーあれやってるのではい、はい、で、生放送もこの間お知らせした通り実施予定ですので、はい、皆さん今週末お見逃しなく。ベガだな、ベガだな、ね、あ、そうですね、ここも発表されております、はい、村井さんはベガですね。日曜ですよね。日曜です、ニコ生の方は。てかもう This Week っていうか明後日、明後日です。早っ早っ。いや今回19時からなんで、あ、お気をつけて、いつも20時です、ね、時間帯も早いんだ、はい、スタートが早いですね。でカキンさんの方は土曜日の18日の20時から下がったと戦う予定です、はい、というようなコラボ始まっておりますのでストツよく何使ったんですか。竜なんですよ。おー、ベタベタで恐縮なんですよ。竜と剣と剣とどっちかって言われたら竜派なんですよ。竜を使ってくる、すごい王道をいつも使う人間だったんです、うん、一時期かなりチュンリーにも浮気をしたんですけど、とかね、ただなんだかんだガイルも使ってましたし、うん、今回全員キャラになってる。そうなんですよ、そうなんですよ、ね、ブランカはあまり使ってないんですけどビリビリな、結構みんな親しみのある人気キャラが、はい、あると思いますよ、うん、超テンション上がりました。ね、もうでもだいぶ世界観も表現してると思うので、ぜひぜひお楽しみにしててください。ストライクショットとかね、うん、見ててもなんかおーって思いましたよ。あ、やっぱり、うん、名前とかがどう表現されるのかっていうところで、はい、はい、さあ次行きましょう。まだまだあるよフェス続々報ということで、じゃじゃんと今日モンフェス、はい、今週持ってきました。8月2日マカリブス、マカリブス、まずステージの情報ってことで、じゃん、あー来ました。なんかさらっときたさらっときた。村井さんが戦うのは降臨ボス軍団となっております。軍団軍団なんでボス連戦、ここ 4体くらいしか書いてないんですけど、もうそんなことはないでしょうね、きっと軍団なんで。え、1個のステージでたくさんは出てこないですよ。そうです、1個のステージにたくさんのボスが、ちょっと微妙に小さいボスがたくさん出てくるみたいな感じ、ステージごとにとか。あ、そうですね、なんかまだ作ってる途中なんですけど、多分まあフェーズごととかに出るとか、まあいろんなボスが入れ替え、どれで対応していくかみたいな、結構悩ますね、うん、悩むね、だって色も、うん、火もいれば、うん、水もいれば、そうですそうです、バラバラ、光もいればバラバラだ。しかもこのクエスト名が安直安直、降臨ボス軍団担当悩みました。カッコ仮ではないですよね。カッコ仮ではないです、もうこれボス軍団これでいくって、これでいく、はい、これでいくこれでいくってお昼だ、皆さん現地で応援ください。マカリメッセ、お待ちしておりますよ、マカリメッセで。で、村井さんがこのボス軍団を倒すと、うん、面白いクエストがご用意されていると聞いております。え、勝つと、これで終わりじゃない、終わりじゃない、これに勝てば面白いクエストを用意している。頑張んなくちゃ勝たなきゃですね、まず枠1時間しかないから、初見ソロじゃないですよ、ね、あ、ソロじゃないですよ、マックス村井軍団です、軍団、軍団、軍団、ちょっともうね、軍団つけた方がいいぐらいの、ね、軍団 VS 軍団です。はい、となっております。そしてもう一個ステージ情報ということで、じゃん、おー、特別版、特別版、インモンフェス、うん、いや何が発表されるのや、はい、この3回マカリメッセでしょ、はい、仕込んでるんじゃないですか。16時半からとなっております。そのために相当仕込んでんじゃないですかね。全部ニコ生もありますよね、全部ニコ生あります、ニコ生もありますよ、皆さん、はい。そして続いて来場特典ということで、前回スルと食いバタ吉信を発表してると思うんですけど、うん、もう一個もう発表されていたネロ、じゃじゃん、新しいデザインですね。すげー、かっこいい、かっこいい、
かなりかっこよかったね。行ったらもらえるとかマジですやばいっすね。踏みつけてるもんね。ほんとすごいな。そしていや5体いるって話だったんで最後の1体あと1体こちらになります。じゃん、あーダークドラゴン。あ、これ高橋くん曲だ。おお、これもかなりかっこよかった。かっこいいデザインとなって信じられんで。で、来場特典なんでこの5体、うん、全部プレゼントでもらえます。やばいな。名前ももう決まってきていますね。ほんとだ、祭りだ、みんな、ま、全部祭り、祭り将軍、うん、徳川めっちゃ可愛いな、吉信可愛いな。ニセップとネロも入っております。すごいな、はい、5体ももらえるんだ、はい、ぜひ皆さんいらしてください、うん、もらえるってすごい。しかも5体ですからね。ここでしかゲットできない。すごいな。すごい。わかりました。はい。ぜひ。そして次までいきますよ。続いてじゃん。なんとですね、今回フェスの中でモンフェス限定リアルクエストっていうものが。リアルクエスト。はい。現地の。そうですね。面白そう。物理的な。そうです。宝探し的な感じですね。すごい。で封印された宝類を探せっていうことで。入場時に会場マップをもらえるんですけど、それと連動した宝の地図っていうのをもらいます。すげえ。で、謎が隠されているので、それらを全て解くと、ここに書いてある、うん、このこちらのキャラがもらえます。ダーン。おー、なんかすごそう、うん、星6光属性、光属性ですね、はい、いつも、うん、なんだ、攻略ブックとかについてるのか、うん、そうですね、攻略ブックにがもうフェスバージョンになって、タスさんたちもすごいたくさんいる。かわいいですね。そう、なんか王冠ついてるし。あ、ついてる、ね、ちょっとフェスになってるんですよ。ちょっとお宝感のある。あ、ある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 、すべてをそこに置いてきた時計とか。お、いいですね。お、探せ。はい、というものが、リアルクエストもあります。面白そう。で、このやりたい、連動した宝の地図は結構限りもあるので皆さん、はい、あら、まあ早めお早めにゲットして、はい、ね、もう朝から頑張んなきゃ。ご了承いただければと思います。はい。そしてまだ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 コーナーとしてじゃじゃん、なんすかね、モンタージュストライク、みんなで顔面シャッフル、モンタージュストライク、この4人の顔が合体しオリジナルモンスターが作れる。えちょ、どういうことかよくわかんないですよね。ね、あのこの機械でこうプリクラみたいな感じで、まあ複数人です、うん、2人から4人で撮影すると顔が合成されてシールみたいなのがもらえると。あ、プリクラみたいな。そうです、そうです、4人の顔が合体して1つの顔になったものが出てくる。で、ここ見てもらうとこの4人の顔が1つになってで、モンスターとしてもらえる。なんかこんな感じで4人でイエーイって撮ったら顔がそれぞれ4人認証されてガーンって。どんな顔になるんだろう。この4人これ目とか鼻とかのパーツごとに。あ、そうですね。右から村井さんの目、バチョさんの鼻、うんうん、そうです、パネさんの口、うん、最後の人は髪型か。いや、でもモンタージュだからそんなに単純にパーツの組み合わせではないんじゃない。なんかこれこんな感じじゃないですか。あ、そうですね、このリドラたちはそうなんですけど、うん、まあちょっと怖い感じに。 UFO 系じゃない？そう、どこがなんだろうみたいなのをこう見ながら楽しむような感じになると。ここ私の目だとか、なんかそういう感じですね。この骨格誰みたいな。なる。なると、はい、こちらのコーナーもあります、うん、面白そう。これお友達と一緒に撮ってみてください。で、会場マップなんですけど、じゃじゃんと今こんな感じで考えております。今回初出しですね、じゃじゃんということで、まあ、こちらの展示ホール3とかエントランスゲートになっていて、入っていただくと左にフードコート、右にグッズコーナーっていう感じで。お腹減ってきた。まずいな。なっております。で、真ん中にスタジアムステージっていうのがあって、スタジアムステージって書いてあります。あ、本当だ。スタジアムステージ、いや、なんでもないです、はい、スタジアムステージがありまして、で、ここであの、グランプリの予選ラウンド、決勝ラウンドとかも緊張しますね、みんなこんなとこで。五角形、五角形、360度見えちゃう。で、先ほど説明したモンスターストライクとか、あと美術回廊ですね、うん、以前出したものがあったり、こっちの方にはリアルディスクバトル、うん、マルチバーストのコーナーもあります、うんうん、で、一番メインのところがエンタメステージ。エンタメステージ、はい、1ホール丸々使ってる。すげえ、でけえ。で、このハテナというところはまだよいしょ、はい、ところになっております。でですね、この色分けなんですけど、うん、これ担当者が頑張って、この緑の部分が貴族性っぽい感じの雰囲気が作られてる。あ、そういうこと、うん、なんでここは水属性っぽい雰囲気
こっち光属性っぽい雰囲気ってなっていて、人闇、そうです。でスタジアムとかもこのスタジアムっぽいデザインになっていると。おそしてこのエンタメステージは英雄の神殿っぽくなって、何それ、すげえ。結構ね作り込まれ世界観がかなり表現されているという噂でございます、はい、英雄の神殿、はい、ぜひすごそう、はい、それを見てください。そしてお腹減ってきたはい、そしてフードコートで、はい、出てくるコラボメニューをご紹介いたします。じゃん、腹減ってきた。まず、築地銀だことのコラボメニューがあります。うまそう、たこ焼き、結構うまそう、美味しいですよ、美味しいです。辛口チリソースたこ焼きとかマジでうまそうだし、うん、魚介風つけたこ焼きもすごい美味しそう。大根おろしと天つゆめっちゃ美味しい。あ、いいですね。明石焼きっぽい。魚粉がね、いい感じに、ね、うん、魚粉と削り節、うんうん、はあの標準のやつではないですからね、うんうん。女子的にはこのグリーンリドラの香草バジルチーズたこ焼きは結構ね、イタリアンのたこ焼きなんすかそれ、うん、これもめっちゃ美味しそう、はい、という形でグリーンリドラ、レッドリドラ、ブルーリドラのをモチーフにしたたこ焼きが出ます。レッドリドラでお願いします。おグリーンリドラ、ジジジが食べたい。お私はレッドリドラで、ブルーブルーブルーがまた、じゃあグリーンで、モンストは、あ、じゃあブルーで、いいな、ブルーでいいブルー、しょうがない流れがと、しょうがなくない、はいはい、そしてピザーラさんともコラボメニューが出ます。おじゃじゃーん、引っ張れのビールピザとミートで友情コンボピザ。おー、これもかなりね、うん、いろんなものが伸びる。そう、これお餅とかがね、あ、そういうことか、チーズって伸びるんですよ。ミートで友情コンボでお願いします。いいですね、これ超ミートなんで。そうです、いろんなお肉が乗ってます、これは。こちらも発売されます。はい、そして結構やばいものがもう一個、コールドストーンさんとのコラボメニューってことで、じゃん、コールドストーンアイスキャンディーということで、私たち2人が選んだフルーツのアイスキャンディーがすごいな、まあ、暑いんでね、うん、8月2日これもね、すごいフルーツがねリッチに入ってて美味しい。ゴロゴロ入ってるじゃないですか。ゴロゴロ入ってて濃厚です。このフルーツの部分来たらめっちゃその味がします。ピーチの味と結構入ってもね、うん、というアイスも発売されます。やばい、フードコーナーちょっと充実してる、はい、これは美味しい全部。もうなんか新宿って確か銀だこないよねあ、そうなんですね。あったっけ新宿銀だこ。いや東京あんまなくないですか。確かに、関西は見ないかも。どこでもありますもんね。関西どこでもありますよ、ね、新宿って銀だこあったっけなあ、ちなみにですね、じゃじゃんと、かわいい、かわいい、今回ラッピングバスで発売されたり、うん、あとオリジナルパッケージでも。あ、すげえ、かわいい、かなりかわいい感じになってます。違う楽器だよ。で、コラボメニューとかあとこのオリジナルパッケージとか数に限りはあるので、うん、ご了承いただければと思います。はい、はい、そしてもう一個ちょっと紙がないんですけども、歌舞伎町の方に銀だこがありますあ、そうなんですか新宿ではすいません、ちょっと、はい、はい、で、もう一個紙がないんですけども、モンフェスでグランプリの事前受付が7月13日までだと思うんですけれども、延長、そうなんですよ。おっていうかもう第2弾第2弾って感じですね。あの集え、なびかせろ、結構まだあとはいはいはい、あとやっぱあと1人まだちょっと待ってくれみたいな意見が結構あったので、もうちょっと受け付けてもいいんじゃないかということで、17日のお昼12時から24日の23時59分まで第2弾受付を行います。この前忘れたっていう方はもう今すぐ、あと今日のニュース見て、あのモンスターもらえるんだったら行こうかなとかっていう人たちは事前登録しておくといいです。はい、確かに、ぜひ4人見つけて、はい、うん、ぜひお願いします。よろしくお願いします。お待ちしております。ということでフェス続報でした。はい、8月2日だからもう2週間、そうですね、もうちょっとで2週間ぐらいですね。もうあっちゅうますねあっちゅうま、あっちゅうまです。しかもその続々報はまだ3つ目なんですよね。あ、まだやばい、急ぎましょう、負けていき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 ましょう、やばいやばい、次第4、夏キャンペーン新 CM ということで、また CM をいくつかご覧いただこうと思っております。今日多いな、今日やばいんですよ。いきます。まず1個目は、あー、このもん大丈夫ですか、昼間から大丈夫これまあ前回のやつ、そうですね、弾ける夏、せーの、ポチ
前回こんな感じでご紹介して今流れてると思う。夏だ、これもですね、4人で走るストリートファイター、ウルトラファイターフォードのコラボバージョンの CM が。おおやばい、すげえ、すげえ懐かしい、これ買った時のやつや。ストリートファイターコラボ、え、しかもベガがいた、見逃したはい、というようなストリートファイターとのコラボの CM が7月17日から放送予定です、はい、全国で流れます、はい、そしてですね、もう一つがですね、今度先ほどご紹介したモーフェスの、うん、ちょ関東圏しか流れないんですけど、うん、この CM が流れます。モーフェス行くぞ、行くぜ、行くわよ。この夏幕張でモンスト日本一が決まるモンストフェスティバル開催。これもらえる、参加せざるを得ないというわけで出た出た、行かざるを得ない、あの声出せざるを得ないということで、懐かしのあのお猿さんの CM が、はい、リアル猿ドアップで日光のお猿さんが出ておりますご出演いただきました。8月2日日曜日。はい。結構ね、撮るの大変だったらしい。お猿さんにスマホ持たせて、ポテトサラダつけてなんかやらせた。はい。このような CM が、これは7月18日から流れる予定です。お願いします。はい。はい。そして、5リアルディスクバトル弾いてみたということで、よいしょ。ここはお願いします。はい。というわけで、じゃじゃーん。前超会議でのモンストニュースかな、うん、でご紹介したモンストストライクリアルディスクバトルの神化対戦ということで第2弾が発売されます、はい、ということで、発売されるのは7月の25日から全国の店舗で発売される予定なんですが、はい、今回これでは、新たに神化したキャラのディスクが追加されてたり、また新たに書き下ろしのキャラとかのディスクも追加されたりしているとのことです、はい、うん、で今回これ発売にあたって、うん、このリアルディスクバトルのオリジナルのモンスターが、ディスクで登場するということなのでちょっとご紹介しようと思います。じゃーん、ディスクドラゴン、ディスクドラゴン、かっこいい、ディスクパキンって割って現れてる感じの、うん、あ、なるほど。でこれは、すでに、モーマガとかでもご紹介済みなんですが、アプリ内にもこれゲットする方法がございますということで、実際今日これガチャガチャで引いてみようと、リアルなんで引いてみよう、そうです、ガチャガチャです、そうです、この、 あのディスクをゲットするのにガチャガチャでこうピーって出てくるやつを引いてゲットできるんですけど、それをみんなで引いてみて、はい、ディスクドラゴン出るかなっていうのをやってみようと思います。はい、というわけで、うん、今回、うん、このガチャガチャ機械借りてきました。すげえ、私のね机の前にねガチャガチャの本物があるってのはなかなかショッキングというかシュールというかというわけでこれ1回100円で弾けるんですけど、村井さんとマビルトンにこれ100円あ、1回授けよう、やった、最初はグッチャンキーほいというわけでディスクドラゴンが出るかやってみましょう。あ、ここだ、ここですね、で、回していただいて、え、串灘欲しい、串灘欲しい、来たー、書き下ろしのやつとか、あ、出てきました。そうそうそう。どうだ？どうだ？じゃじゃん。結構いい感じ。ラファエル。ラファエル。可愛い。可愛い。ラファエル可愛い。それ進化前の可愛いやつや。うん。出ました。え、これ。2個ディスクついて。良くないですか？良いです。良いです。じゃディスクドラゴンが出たらいいですけどね。うん、確かにね。私、口の中が欲しい。口の中が欲しい。さっきからディスクドラゴンって言ってるだろ。マルト、引いていい、はい、お願いします。これ出る気がするな。マルト待ってるからな。あと200円はあります。どうだ、あと200円ある、あと200円ある。出た、口の中来た。え、口の中、しかもディスクドラゴンが来た。すごいすごい、そんな組み合わせ両方出たんですか。こんな組み合わせ、これクソ当たりじゃないですか。クソ当たり、めっちゃ、あ、超当たり。お言葉遣いが悪いですよ。関西のめっちゃ当たりじゃないですか。すごい、両方出ましたね。クシナダとディスクドラゴン、まさか出ると思わない。クソ当たりのやつを見せ、お言葉遣い。これディスクドラゴン、レア、なんですか、レアゴネス6、お、どっちも星6です。あ、さっきご紹介したのがレア5だったんですけど、実はこいつですね、進化するんでございます。進化すると、じゃーん、
あ、これだこれだ、新ディスクドラゴンになりますということで、じゃあめっちゃ強ですね。え、村さんこれで戦いますか2人で私のディスクドラゴン私のディスクドラゴンと戦うかこれ。イアロス、イアロス、イアロス、どうだいこの私のディスクドラゴン、まあ、こんな感じでディスクでもゲットできるし、はい、あとアプリでもゲットできるって言ったんですけど、実はこのこれを一緒にシリアルコードもねついていて、あ、本当だ、シリアルコードついてる、多分お見せできないけど、お見せできないけど、でそれで、ディスクドラゴンかもしくはチャンス玉が手に入るという、うん、あーなるほどね、チャンス玉でも全然嬉しいです、嬉しいですよねなのでチャンス玉はちょっとワクワクするからはい、はい、というわけでそれでアプリでもゲットすることができます、はい、ということでございます。またね、そのディスクドラゴン使ってみた動画も私たちのチャンネルの方で上げる予定なので、うん、見てみてください。すげえ。って感じかな？って感じです。はい。でこれ普段はなんか箱あ下にある。ああ。こんな感じで普通に店頭でもこんな感じで売ってて対立して。ああ、なるほど。ブースターパックとかでも売ってるんだ。売っていて、はい、これ200円。それ200円です。これは1回100円。1回100円。2個入って。これ2枚入ってますからね。あー、2枚入ってる。2枚入ってる。これ2枚で200円。なるほど。袋でやっております。はい。というので、これが、カメカ対戦のやつが7月25日より全国の店舗で、と、あとこういう自販機で発売予定です。で、7月18日の、明日のジャンプビクジャンプビクトリーカーニバルで、うん、実はそれが先行発売される予定なので、もし行かれる方はチェックしてみてください。チェックしておいてください。はい、こっから出てる、ここからです、すごいところから出てるはい、じゃあ、はい、そんなわけでこのガチャガチャは、はい、ちょっとじゃあ、ありがとうございました。というわけでリアルディスクバトル引いてみたでございました。カード出す、カード出す、はい、はい、さあ今日は長いぞ、長いぞ、まだまだあるぞ。6個目、気になるモンスターアニメの発表がということで、バーン、結構でっかい話なのにさらっといきましたねモンスターアニメ、はい、はい、7月21日の1時からこのアニメの制作発表会見を実施予定です。で、ここでアニメの PV を先行公開したり、動く誰かが見れる、見れる、誰が出るんですかアニメには。リドラとかは当然出ます、その謎お楽しみにですねそこは。で、この会見の模様が YouTube ライブで放送される、うん、生配信される予定です。皆さんぜひご興味のある方見てみてください。ください。で、実は村井さんもこの会見出ていただくことになっているはずです。バレましたかヒカキンさんもかな。そうですね、はい、ヒカキンさんもバレてしまったらしょうがない、いつものメンバーが出ます、はい、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。お楽しみに。はい、火曜日の昼です、うん、そうです、そうですね、21時、1時、はい、1時から13時からです。はい、はい、ということで続いて7攻略版ということで、だだだだだ、攻略本が出ます。あら、まあなんかすごい分厚い、分厚い、どうぞ、分厚い、超分厚い、はい、ビクトリー、ビクトリーですね。表紙がすごい、公式ビクトリーガイド2、公式ビクトリー、そうですね。これが7月17日今日から、はい、お発売されております。まさかジャンプキッドの空気を感じる。そうです、そうです。実はですね、ジャンプキッドではなく海賊王ジャンプブラックなるものが新キャラ、新キャラです、ついております。はい、あと超チャンス玉も、うん、チャンス玉ついてますね。イエイ、ステージの攻略もあり、はい、はい、図鑑もあり、そうです、かなりたくさんのステージのクエスト攻略が130個もクエスト大攻略、やばい、かなり分厚いので、そんなに攻略してるのすごいね。521体の新モンスターデータも掲載されている、はい、ということでございます。英雄の神殿も、神殿も逆力もね、英雄の神殿もバッチリ攻略されてる。あ、でこれが月闇も載ってるし、あ、超絶キャラ、超絶のステージが割とたくさん、うん、これはありがたいな。ほぼほぼ乗ってます。スマホやりながら見やすいですよね。大黒点も乗ってる。お、乗ってますか、最新の。乗ってますよ、これ見たらクリアできるんちゃうか、これ片手に、はい、うん、でこれが作った人頑張ったな、うん、前列で1200円で発売されています。全国の書店と、うん、あとネットショップ、コンビニなどで発売されているので、ぜひ皆さんお手に取ってください。はい、はい、さあ、最後、
8番目いきましょう、はい、行きましょう8ラストモンフェス直前24時間耐久ニコ生じゃーんイエーイイエーイはいじゃあパナエさんお願いしますはいこちらモンフェス直前モンスト24時間ニコ生実施決定ということでこちら24時間ニコ生モンストするのはマックス村井さんでーすあの私耐久からはですねもうかれこれ1年以上前にもう2年近くになると思うんですけども、うん、あの卒業したんですよ卒業があれただまた入学するモンフェスにモンフェスの成功を祈願してというわけではないですけれども、はいはい、この度、うん、本当に久しぶりです、うん、24時間24時間頑張ってください、はい、アップバンクスター新宿で、はい24時間になります、はい、7月28日の17時から7月29日の17時までなんと実はここで大変な発表がもう一個同時にございますこの日この日高橋くんが富士山に登ってますそうだ、 そうだ高橋くん呼んでこようじゃあ高橋くん出れない、うん、あちなみに村井さんがこの氷に挑むのはあのボス軍団、うん、いろんなボスが出てくるので、はい、それに鍛え上げてもらおうと、うん、おそってここでいろんな降臨に村井さんに挑戦していただくよと、うん、竜が走ってる竜が走ってる確かいろんなギミックとか属性に対応しないといけないですからね、うん、ここでも村井さん強くなってもらって、うん、レースに向けてどっか行ってましたねあなんかね今準備してます準備、うん、来た今24時間寝るんじゃないかと、うん、お竜が竜と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 富士山勝利の喧嘩をしてきたこんにちはあ高橋くんはい高橋くんねこの日この日はいもしかしてその山にいらっしゃるんですか僕この山にいますあ大変この辺にいる大変だなこの辺います村井さんもね24時間頑張るんですよ新宿で降臨新宿で高橋くん私は頑張るよいろんな降臨チャレンジ僕はその富士山の方で頑張りますからお、ね、去年登ったんですけれども、うん、本当にしんどかったんですよ死にかけてました、ね、もう世界が滅びればいいただ今年は僕その神化したからね確かにそう神化したんですよ、ね、神化およそ30キロぐらい減ってですねすちょっとまた富士山に登ったらどういう心境の変化があるのかなってちょっと調べたくて検証なんですねそうなんですよ行ってみると、うんはい、もう24時間マラソンばりに我々は新宿のスタジオでモンスターやりますけど、うんうんうん、ね永遠と24時間頑張りますけど山登ってるんですよいや大変富士山とか絶対そちら富士山いかがですかみたいな感じですよねただ私ここで一個お願いがあります、うんもうパッチョさん愛の説教部屋ずっとやってるじゃないですか、うん、高橋君もう1周年なんですよ1周年1周年1周年ちょうどちょうど1周年1周年だったんですよパッチョさん一緒に高橋君一人だと寂しいんでえ一緒に富士山どうすかえ寂しい寂しい寂しいよなあ私ね人生でやりたくないことベスト3のうちの第1位に富士山あ第2位に富士山入ってなんでそんなに第1位イカメラなんですけどイカメラ第2位入ってるんですえでもパッチョさんこの3日後とかには8月2日でモンフェスですよそうです私はパッチョさんが山頂とか御来光を見ながら山頂に神社あるんですよねあります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 みんな8月2日幕張メッセで待ってるからっていうのをあの生放送の24時間やってる中でも視聴者が一番少ないと思われる朝の4時台に山頂でパッチョさんが幕張待ってるから視聴者が一番少ないその朝の4時とか5時の時間帯にやってほしいコスパ悪コスパ悪ないですかでもその神社でフェスの成功祈願をしてきてほしいですね、うんちょっと待って行ってみようパナエマ行こうよパナエマ行こうよいやパナエマの一緒にスタジオでうちの方が体力ないのにじゃあマミルトンマミルトンの山があるマミルトンも私もこっちこっちこっちかなやりますえでもさ、富士山寂しがってる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 このペアで富士山って頑張ってたの頑張ってということで皆さんこれお楽しみにいやもう本当にね超久しぶりの24時間なんでねいやきっと彼らはね富士山登って下山までした上でそうですねこの29日の17時のこの放送終了のこのゴールの前にもうマラソンランナーのごとく
帰ってきてほしいですね。もう帰ってきてくれると私は信じてます。もう感動してボロボロ泣いて頑張ってみたいな。いやすごいいい、これいい企画になりました。ねえ、いい企画になった。パットさんがね登ってくれるなんて、こんな気持ちよく快諾いただけるなんて思ってなかったんで、これでフェス絶対成功しますよ。その高橋くん一人だと富士山不安だったんですよね。じゃあもう完全にいい助っ人ですね。いやいいコンビです、いいコンビです。よし、ということで皆さん今日のモンストニュースは以上です。はい、マジかよ。長くなったな。では今日は何もないです。はい、締めは行きます。ではバイバーイ。バイバーイ。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライブではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。